皆さんこんにちは、毛利と申します。それでは今週も未生内たちの様子をお届けしてまいります。まずは先週のおさらいからです。植え替えを行ったパキポディウムたちなんですけれども、植え替え直後は特に様子に変わりはなかったんですが、やっぱ日を置いてからですね、影響が出てきてしまって、ご覧の通りですね、右の方とか葉っぱが結構変色落葉してしまったりという状況になっていました。植え替えの時にちょっと根をいじったりとかっていう風なことがあったので、その影響ですね、しばらく成長がちょっと停止してしまうかなと思うので、新しい葉っぱが出てくるまでは肥料を与えず、薄めの活力剤を与えて調子を戻すという風なことに注力をしようかなということを考えていた週でした。それでは今週の様子見ていきましょう。まずは3月11日の様子からです。未生664日目と260日目の様子ですね。こちらは去年種をまいた方のグループ、植え替えを行って、1、2週間が経ったというところですね。この辺のフォエチタやオベサなんかも植え替えを行いました。こちらの方は植え替えは行ってませんが、去年種をまいたグループですね。ボンバックスやギラウミニアナ、亀甲流、あと結構前に植え替えた方のフォエチタが2鉢だけありますね。そして上の方のラックですね、こちらも去年種をまいたグループですね。植え替えたことによってちょっとスペースが広がったので上の方に持ってきました。こちらは一昨年種をまいたパキポディウムとアデニウムです。そしてこちらは去年の12月ですね、種をまいたモンソニアムルチフィダですね。こちらは去年の秋に種をまいたケラリアピグマエアとオトンナユーフォルビオイデスですね。そしてこちらですね、一つだけオトンナマクロスペルムがこちらですねあるんですが、こちらちょっと前にですね、1ヶ月ぐらい前だったかな、未生交換会という集まりに呼んでいただいた時に元気さんからいただいた大人マクロスペルマですね。うちの環境に馴染んできてくれたのか、新しい葉っぱを結構展開してきてくれていました。続いて3月12日の様子ですね。植え替えを行ってパキポディウムたちですが、なんとなくこう先週から見ているとそろそろ葉っぱの変色落葉っていうのが止まってきたかなという気がしています。こっちの亀甲流ですね、今ちらっと映ったのも植え替えを行ってちょっとしてから葉っぱが結構枯れてきちゃったりとかっていうのがあるんですけど、それももう止まったかなっていう感じですね。ただ新しい葉っぱをこうどんどん出してきてくれるかって、そういうわけではないですね。こちらのモンソニアムルチフィダも結構葉っぱが生い茂ってきてくれてますね。もうちょっと光強いところに置きたいなという気はするんですが、なかなかスペースの都合上今のところが精一杯かなという気がしますね。続いて3月13日の様子です。こちらパキポディウムのエビス大国ですね。隣にはパキポディウムのエニグマティカムが置いてあります。あと間にちょこちょこっとパキポディウムビスピノーサムが3鉢置いてあったり、フォエチダがあったり、オベサがあったりって感じですね。こちらはボンバックスが4鉢、ギラウミニアナが3鉢、そして亀甲流が2鉢にフォエチダが2鉢ですね。上に行って、こちらもフォエチダとあとオベサ。ですね、そしてセンナが5鉢ありますね。この辺が去年種をまいた方のグループですね。
してこちらが一昨年種をまいたパキポディウムとアデニウムですね。パキポディウムは一昨年種をまいたのはもう本当去年種をまいたものより倍以上、まあ、未生を始めてからですね666日目ということなんであるんですけど、大きさは何分の1なんでしょうねっていうぐらい小さいままですね。まあ、ただ今季のシーズンっていうんですかね、こう室内に取り込んで LED で育て始めてからはちょっと大きくなってきたかなっていう気がしてますね。やっぱ環境が安定しているせいなのか、ちょっと成長具合見られてるなっていう気がしますね。まあ、とはいえ全然ちっちゃいままなんですけどね。やっぱ一回こう小さい状態のままで木質化してしまったり調子を崩してしまったりすると、そこからまあ再度ぐんと大きくなるのを持っていくには難しいのかなっていう気がちょっとしてますね。まあ、とはいえめげずにですね、大きくなることを願ってこれからもこのあったかぬくぬく LED 室内環境で育てていこうかなというふうには思ってます。まあ、とはいえ春夏ぐらいにはスペースの関係上外に持っていかなきゃいけないのかなという気もしてるんですけどね。こちらの去年の秋種をまいたケラリアピグマイアとオトンナユーフォルビオイデス、そしてオトンナレトロルサですが、ちょっと光が弱い場所かなと思っていたんですが、まあ割と順調に育ってるなっていう気がしますね。だいたい LED の光の強さでいうと2万ルクスぐらいの光を当てていますね。ユーフォルビオイデスですとかケラリアピグマイアのところは、もともとはハウルチア用に買ったちょっと弱めの LED だったので、ちょっと力不足かなと思ったんですが、思いのほか、まあ、結構いい感じに育ってきてくれてますね。ちょっと大人なレトロルサとかのなんか姿を見ると光足りてないのかなっていう気はするんですけどね。あの辺ちょうど LED の端っこの方になっちゃってるんで、多分2万ルクスもない1万ルクスぐらいになっちゃってるんじゃないかなと思うんで、さすがにそれだとちょっと足りてないのかなという気がしてます。まあ、LED も結構値段しますからね、あんまバンバン買うことができないので、なんとか今の環境で頑張ってもらおうかなというとこですね。大人レトロスはこの手前の2つですね。花がものすごい今咲き乱れてますね。大人レトロルサユーフォルビオイデスはもうちょっと前にもう花がすごいたくさん咲いてたんですけど、レトロルサの方がちょっと後から花芽を上げてきてくれました。この辺のパキポディウム未生苗、去年種をまいた方ですね、なんですが、ちょっとずつ新しい葉っぱを展開してきてくれてるっぽいんですよね、この週あたりから。まあ、落葉をさせつつも新しい葉っぱを出してきてくれている感じなんで、多分土の中、用土の中では根っこ張ってきてくれてんじゃないかなっていう気がします。あ、そしてですね、つい先日種をまいていたグループなんですが、こちらはエズさんからいただいたペラルゴニウムミラビレですね。5つ種をいただいて5つとも発芽しました。こちら JJ さんからいただいていたドルステニアハイブリッドですね。発芽するまで時間がちょっとかかったんですけれども、結構発芽してくれました。スペースの都合上でちょっとあまりたくさん鉢が置けなかったので、プレステラ105にいくつか植える形で育てていこうと思います。うちでは今フォエチダを結構たくさん種から育ててますけど、ドルセニアハイブリッドということなので、ちょっとどんな姿になるのかなと。フォエチダとは多分違った葉っぱの形ですとか
まあ、幹の感じですとかっていうのになってくるんじゃないかなと思うので、これからの成長が楽しみですね。しばらくは、まあ、腰水で管理をしていこうと思います。続いて3月17日の様子です。こちらの先々週ぐらいですかね、植え替えを行ったパキポたちなんですが、やっぱ新しい葉っぱを出してきてくれてる苗がちょこちょこ出てきているっぽいですね。後ほどまとめのところでですね、まあ、この辺から新しい葉っぱ出てきてますみたいな比較の写真ですねっていうのを載せますので、ちょっとそちらでですね、まあ、見ていただければと思うんですが、新しい葉っぱが出てきてくれてるっぽいですね、やっぱり。まあ、なのでそろそろ肥料を与えようかなと、新しい葉っぱが出始めたんでと思うんですが、まあただ苗によってはまだ新しい葉っぱ展開してなかったりっていう苗もあるので、もうちょっと様子を見ようかなというところですね。もうちょっとしてから肥料を与えてあげようかなというふうに思ってます。はい、それでは今週のまとめです。植え替えを行ったパキポディウムたちですが、徐々に新しい葉っぱを出してきてくれている様子でした。じゃあですね、左が植え替え直後の様子、右が今週なんですが、今ちょうどこうチカチカっとしている部分ですけれど、新しい葉っぱたちですね、まだ短い状態ですけど、割と真ん中ら辺のところからですね、展開してきてくれてるかなというとこですね。まあなのでもうちょっとしたら肥料を与え始めようかなというふうに思っています。あと1週間経ったぐらい後ですかね、1、2週間ぐらいは様子見ようかなというところですけど、それ以降に肥料を与えていこうと思います。それとちょっと前に種をまいた種たちもですね、発芽をしてくれて新たに葉っぱを展開したりというふうに芽吹いてきてくれているという感じですね。はい、それでは今週の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけますと非常に励みになります。よろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。